アブドゥラビン・ハジアフマット・バ・ダウィは、マレーシアの政治家、同国首相、内務大臣、大蔵大臣などを歴任した。信仰心、厚く、温厚にして、誠実、清廉な政治家として、ミスター・クリーンと呼ばれる一方、国民に対しても開かれた態度で人気が高く、パックラと呼ばれ、親しまれている。2005年に亡くなったエンドン・マフムード・前夫人の母親は、 マレーシア生まれの日本人である。2007年5月には、明治大学から名誉博士の学位が送られている。2011年、キング・ファイサル国際賞イスラーム法師部門受賞。ペナン州の政治家、宗教家の家系に生まれ、大学卒業と同時に、のに入党。母方の祖父は、海南東出身の家人。1999年より、 マハティール首相のもとで副首相を務め、2003年10月31日、マレーシアの第5代首相となった。2004年の総選挙では、与党連合、国民戦線の議席占有率約76%と対象しながらも、2008年の総選挙では1957年独立以来、最低となる約63%まで議席占有率を減らしたため、 その責任を取って2009年4月に辞任した。ありがとうございます。